1870年のバイトリガツアープラスタデンシリーの記事に付けられた図、バシビウス、またはバチビウスとは、イギリスの科学者、トマス・ヘンリー・ハクスリーが、大西洋の3700メートルの深海から採取したというアメーバに似た架空の原始生物。1857年、ハクスリーは海底の泥から原始生物を発見し、これこそ、 生命の原始的な姿であると唱え、バシビウスヘッケリという学名まで与えた。しかし、その後の調査により、これは、ただの化学変化で生じた物質であることが判明し、ハクスリーも自らの誤ちを認め、この説を撤回した。海洋生物史上有名な話である。ハクスリーのバシビウス観察は次のようなものである。ドレッジャーで取った泥の上には、ネバネバしたものが、 たくさんついていた。この泥を弱いアルコールを含んでいる、どう酒に混ぜて振ってみると、ニ皮のような小さい塊が、凝固し分離してきた。この塊の一部分を取り、一滴の海水中に入れて、顕微鏡でしばらく覗いていると、卵白に似た不規則の盲状の形が現れてきた。やがてこれは、はっきりした輪郭を持ち、周囲の水とは、明瞭に区別できるようになった。 これこそ、生命の原始的な形であることは、もはや疑うことはない。1875年、チャレンジャー号の調査員たちは、バシビウスが生物でないことを確認した。つまり、海水にアルコールを添加したため、硫酸石灰の沈殿が生じ、これに砂や泥が混じって、乳白色の二皮状の塊が形成されたに過ぎず、実験室で容易に再現できることを示した。 当時のチャレンジャー号の調査探検に対する科学者の関心は海底にはまだ古代の生命が生きていて生命の起源について何かしらの手がかりが見つかるのではないかというものだった。しかし海底から実際に採取された深海生物はバシビウスの類でもなく必ずしも珍奇な形をした動物でもなく多くは沿岸の浅瀬にも見られるものであった。ありがとうございます。